すいません、ちょっともう時間がないんですが、少しだけご挨拶も、ちょっと毎日配信も更新できないぐらい短いですが、すいません、ちょっと蛍光補正液を飲もう。いや、まだ今 HP 回復中ですよ。しかも寝落ちてたし、今そう、いや、そうね、落ちてて、むしろなぜ今起きれたんだろうって。うん、あ、毎日アイドルでしょ、大丈夫、あのあれだから日数が増えないけど、継続チケットがあるので別に途切れることはまだないんですけど。うまっ、うわ、よいしょ。これで日付変わってたら、あ、ごめん、休みですってなるけど、変な時間に起きちまったもんだから、すいませんね、待っててくれてた。うん、うまっ。脱水になりやすいんだよね。だるま、ありがとうございます。ギフトありがとう。これはまた低気圧うつですな、ですな。夏はね、やっぱり暑いよね。
さすがにつけてるな、エアコン。冷房じゃなくてドライだけど、どっちがいいんだろう。なんか冷房をガンガンにつけるのとドライとどっちがいいのかな。ドライの28度とか9度とかにずっとしてるんだけど、さすがに何もなしはね無理だね。新潟は明日から1週間まるっと雨予報ですね。まただよ、やだやだ、そりゃ偏頭痛ですよ。そう、除湿。なんかさ、私結構その寒がりさんだから、だから多分そんぐらいがいいんだよね。新潟は蒸し暑いだろうな、雨でも。東京は東京でまた蒸し暑いんだろうけどさ、ちょっと違うんだろうな。ちょっと早いけど寝るか。ちょっとどうせ毎日配信達成できないし申し訳ないが、早めにお休むか。ちょっと目開いてないしな、ちゃんと。男女読みます。13位雲の上の空豆さん、12位ケイさん、11位米沢二郎さん、10位市田さん、9位天使の分け前さん、8位日の日のさん、7位新一さん、6位新チェロスさん、5位ゆかおしじいさん、4位パックさん、3位ベロさん、2位ヒューリゲタさん、1位トウコさん、ありがとう、ギフトもありがとう。うまあちょっとしたご挨拶ってことで、ごめんね毎日配信じゃなくて。ああよいしょ。じゃあみんなもいっぱい寝てください。おやすみ村、バイバーイ。ありがとう。